文金の奇襲により兄芝氏を失い、その後を継いだ芝将。彼は洛陽への帰還を望んだが、義弟宗謀に巨匠に留め置かれる。芝将を洛陽にいる芝氏の手勢と引き離すのが目的であった。また芝氏の死を機に芝一派にも混乱が生じる。政争の再燃を予見した夏侯派は魏に見切りをつけ蜀へと亡命。文王は父を探し反乱を繰り返す真意を問うべく魏を出奔する。次々と押し寄せるこれらの試練を芝将は懸命に乗り越えた。一方、芝氏を失い失意の底にある諸葛丹に文金らが接触。それと同時にある者から諸葛丹へと密書がもたらされる。一度は芝氏のもとにまとまった魏に再び湧き起こる騒乱の気配。暗雲を払うべく芝将、王元気、松海、荷重は樹春へと向かう。この加工流に任せておけばいい。文金、まさか後に落ち延びたお前と手を組むことになろうとはな。芝将に尻尾を振るのが耐えられなかったか。敵は芝氏、せいぜいお互い利用し合おうじゃないか。諸葛丹様、こちらを。これは帝からの。我が道定められていたか。我が最地のすべてをかけ芝将を討ち義を救う。諸葛丹が文金と接触しました。それで。さらに帝が諸葛丹に密書。もういい、行け。はっ。撃つべき者らがまとまったか。手間が省けたな。カジュ、何か分かったのか。諸葛丹はやはり呉と結んだらしい。呉に下った文金らも樹春に到着したようだ。ではやはり四条殿と戦うと。諸葛丹、なぜなどと言うなよ。四条、奴が背いた理由お前にも察しはつくはずだ。ああ、すでに先鋒部隊に樹春城を囲ませている。もう後戻りはできない。互いにな。俺も共に指揮を取り奴を締め上げ。それでいいな、四条。わかった。みんな頼む。なあ、諸葛丹は俺に不満があるだけだ。なんとか切らずに済む道はないのか。文金が官球剣と起こした乱を忘れたのか。そして芝氏殿の死を。反乱は根本から断たねばならぬ。情けは余計な不幸を招くだけだ。やるしかないのか。ああ、徹底的に叩く。さあ、覚悟ができたならば行くぞ。諸葛丹、やるしかないのか。四条殿は悲しむ暇もないのね。でもそれが四条殿の選んだ道。私が支えないと。諸葛丹、もともと
私の足元にも及ばないやつでしたよ。そして今は文金などと組んでいる。まったく、どこまで落ちれば気が済むのか。始めるぞ、いいな。はっ。諸葛丹、お前は一体決勝の判断を収める。迷いは捨てる。諸葛丹はお前を受け入れる。敵を分断すれば勝機を引き寄せられる。足を落とされたか。回り込んで進むしかないな。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。逃がれられると思うか。かかったと思うなよ。敵将撃ち取った。を開始せよ。セイドロン、了解した。いや、ここでギグルを撃ち滅ぼすぞ。敵は2カ所から攻撃をした。さらに、こちらも味方を二手に分けるしかあるまい。俺と紹介は崖上からの火矢を止める。果汁と元気はこのまま伏兵と戦ってくれ。ダメだ、どうしようもねえ。戻るか。なかなかやるな。ここはひとまず引こう。芝将様より伝令、別動隊は引き続き崖下より進軍せよとのこと。崖上の罠を潰しに行く。あ、さしずに崖下のおとりや。カジュ、お前が味方でよかったよ。崖下に敵が来たら、投石を開始せよ。思い知る。今度は崖から投石。伝令、別動隊が投石を停止させた模様。すごい。あの首、
でたどり着いたのは褒めてやろう。だが、これで終わりだ。よし、これで合流できた。そっちは無事だったか。こちらは問題ない。行くぞ。これ以上起こってはかなわん。残りの将に国を刺さねばならんだ。孫子に使者を出しているのだ。余計な邪魔をされる前に撃っておけ。
機についても無駄死にするだけ。だからお前もこちらに下れ。手を広げる道を選んで無駄に疲弊させてくれないだろうか。我らがここを開門いたします。どうぞ中へお進みください。いいんじゃないですか。城内への侵入を許すと役立たずどもめ。敵将を討ち取った。この邪魔よ。二度と奴には協力せんぞ。諸葛丹様、北方に援軍が現れました。あの方からの増援だと思われます。私ごときを気にかけてくださったのか。今その門を開け中へ入っていただかねば。この犬野郎、何を勝手なことを。誰からかもわかんねえ援軍を決めるのか。私の意味はあの方まで侮辱する。この下道め粛清してやる。くっ、父親か。もはやこちらに従う理由はあるまい。はい、兄上、我らは義に下りましょう。諸葛丹だ。城内で揉め事が起きたと報告が入りました。諸葛丹が文金を切ったとのことです。責任は果たす。批判だけはすごい。まるでグルーいつもながらお見事な武勇。策の出番もありません。一人で現れると面白い。わしが相手になってやる。このありさまです。手を貸してくださいませんか。アンキル人、それを無謀というのだ。戦は知略でするものぞ。おいしるがよい。この行くそう、打ち取った。
諸葛さん。さあ、切れ。あなたと共に歩む道など私にはない。そうか。陛下、我が力及ばず。陛下。カジュ、何か知ってるな。バカがバカをそそのかした。ただそれだけのことだ。帝とてことを公にはできまい。おかげで後の憂いを早く詰めた。そうかよ。俺は何も知らず。手厚く葬ってやる。